いま最終組の3選手がスタートいたしました。この組をもちまして本日の1番ティーからのスタートは全組終了となります。ギャラリーの皆さん、ありがとうございます。
第4海運レディースオープン優勝は紀藤さくら選手です。おめでとうございました。ありがとうございました。まずは今の素直な気持ちをお聞かせください。めちゃめちゃ嬉しいです。本当に嬉しいです。8年ぶりの優勝はどうですか？そうですね、本当に優勝を目指して毎日取り組んできたので本当に嬉しいです。初日からのトーナメントリーダーをキープしてきましたが。そうですね、まあでも1日目2日目も関係なく今日が勝負だと思ってたので一生懸命頑張りました。今日スタートが2時間50分くれましたけど、その時の心境とか教えてもらえますか？はい、長いなと思いました。後半の10、11連続バーディーでガッツポーズもありましたけど、どのあたりで手応えを感じましたか？正直最後まであんまり手応えは感じてなくて、やるべきことをしっかりやろうってことに一生懸命やってました。後半でスコアボードは目に入りましたか？めちゃめちゃ見てました。見てましたよね。はい、最後のラストパットを決めた時はどんな気持ちでしたか？なんか吸い込まれた、嬉しいと思いました。まだステップアップツアーも初戦です。ここからどんなシーズンにしていきたいですか？そうですね、今年は賞金女王を目指してオフ一生懸命やってたので目標を達成できるようにまた明日から頑張りたいと思います。今大会はファンの熱い応援もありました。ぜひファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、本当に遅い時間まで朝早くから残ってくださり本当にありがとうございました。皆さんの力があり頑張れました。また応援してください。ありがとうございました。はい、それでは今一度優勝した紀藤さくら選手に大きな拍手をお願いします。